すごい商談でしたよ。あのミラノさんを押し切ってしまうなんて。いえ、でも最後まだまだ。あの交渉に若造のくせにえらい粘りよってからに。まあええわ、こっちには優秀な情報屋がついとんのや。次は64、いや73で取ったるで。お客様、アナウンスはお聞きになりましたか。まもなく終点リベール王国、お手持ち品などのお忘れ物がないか今一度ご確認くださいませ。あの交渉に。ああ、仕掛けて大陸諸国を回っていたの。素敵な新婚旅行だったわ。やっぱりこの人と一緒になってよかった。いよいよリベールに帰ってきたぞ。次は新居探しだよね。ねえエアリー、どんな家がいい？いや、子供の頃の夢って言われてもな。そんなことは人に言うもんじゃねえだろうよ。あ、またごまかした。取材なんですからちゃんと答えてくださいよ。記者の特権を行使しとるみたいやね。私の絶対どこかの小説の絵。しつこい嬢ちゃん。まさか硬派の俺がケーキ職人になりたかったとか。そろそろ出願連山だ。気流が乱れるから注意してくれ。わあ、俺をだ。出願連山はこいつを。進路西北西。動力圧は異常なしと。ああ、お客さん、ここには立ち入らないでくださいよ。お待たせしました。まもなく本線は終点リベール王国オートグランセルに到着。着陸の際
共和国も素敵でしたけど、やっぱりリベールの空気は格別です。半年前あれだけ大変なことがあったのに、街並みもすっかり元通りやね。平和で穏やかな国やのに、そこら辺は根性あるよな。えへん、なんといっても女王様の治める国ですから、女は逆境に強いんですよ。なんかドロシーちゃんが言うと説得力があるようなないような。しかし半年ぶりやけど、確かにええね、この国の空気は。どこか懐かしいっていうか、里心がつくっていうか。アルテリアの出身やないで。アルテリア報告っちゅうんは、非大陸全土から信徒とか教会関係者が集まってくるけど、元々の出身者ってのは少ないんや。国言うてもそこらの自治州よりはるかに面積小さいし。なんで坊主氏の取材が共和国の取材に変わるんだよ。あの時西回りの定期船にちゃんと乗ってただろうが。どうしてなんでしょうね。もしかして、もしかしてなんだ。もしかして私、無遊病だったりするのかな。寝てる時、自分でも気づかぬうちに飛行船を乗り換えちゃってて。それを何かの殺人事件のトリックに利用されたりして。時々ミステリーな匂いがしますね。無遊病で乗った飛行船が変わるわけねえだろ。息切れしてきた。大丈夫ですか。先輩もいい年なんですから、タバコは控えておかないと。そうだ、30歳のお誕生日、先週の金曜日でしたよね。おめでとうございます。私、旅先でケーキを買って盛大にお祝いしたんですよ。な、どうでもいいこと覚えてなくていいんだよ。っていうかそれ、ただ単にお前がケーキ食いたかっただけだろうが。それが東方のお抹茶を使ったケーキで、甘さとほろ苦さのハーモニーがもう絶妙って感じなんです。可愛い姿をいっぱい撮ってきましたから、後で現像してお見せしますね。写真かよ、せめて土産で買ってこいよ。なんちゅうか、前にも増して芸としての完成度が上がっとる気が。
ってあれ？ナイアさん、お久しぶりです。相変わらずみたいで何よりですわ。ケビン・グラハム、どうしてお前さんがここに？もしかしてこいつアルテリア組んだりまで行って何かしでかしたんじゃ？ちゃいますって。ちょうど偶然国際定期船に乗り合わせただけですわ。そうか、安心したぜ。思わずこいつがどじって大聖堂のステンドグラスかなんかをコッパみじんにしたかと思ったぞ。ナイアルさん、苦労してますな。先輩ったら相変わらず心配性なんですから。誰のせいだ、誰の。しかし半年ぶりくらいになるか。どうしてリベルへ？また何かあったのかよ。ああ、ちょいと野暮用ですわ。別に事件とかやないですから、期待しても何もあらへんですよ。そいつはどうかな。まあいいや、どうせしばらくはグランセル大聖堂にいるんだろ。そのうち挨拶に伺わせてもらうぜ。お手柔らかに。そんじゃドロシー、とっとと編集部に戻るぞ。この2週間何をしてたのか洗いざらい話してもらうからな。毎食毎食写真を撮ったから、現像すれば全部思い出せます。グルメレポートの話をしてんじゃねえ。はあ、あの二人を見てるとまたリベールに来たって感じがするな。しかしそれ以外の人は何してるんやろな。エステルちゃんとヨシュア君は外国に行ったそうやけど。グラハム神父、シード中佐。久しぶりだね。事件後の祝賀会以来かな。元気そうで何よりだよ中佐こそ。しかし王国軍が絡んでるとは聞いてましたけど。てっきりユリアさんあたりが来はるかと思ってましたわ。シュバルツ隊は今別の任務についててね。こうして暇な私が出張らせてもらったわけさ。またまたご謙遜を。風の噂で大佐への昇進も間近と聞いてますで。今さらながら君たちの情報網には驚かされるが、あいにく今の私にはいささか荷が重い地位かな。それにカシウス准将にもまだまだ頑張ってもらいたいしね。カシウスさんも大変や。それで例の仏は大聖堂に？ああ、地下に保管されているらしい。何でも部外者の立ち入りには騎士団の許可が必要らしいが。
ええ、まあちょいと特殊な場所ですから、詳しい話はそこでさせてもらいますわ。わかった。紹介したい人もいるから早速大聖堂に向かおうか。え今回の件における協力者でね、詳しい事情はその人から聞くといいだろう。カラント大司教、ご無沙汰してました。あれ、そちらは。聞いていたよりも若いわね。あなたいくつ。え、に22になったところですけど。予想以上に若い。聖杯騎士団というのはそんな若さでも要職を任されるのかしら。ドミニオン第5位ケビン・グラハム殿。顔色が変わったわね。この程度で動揺するなんて修行不足なんじゃないかしら。それともその態度も演技の一環なのかしらね。あんた一体。ふう、ラッセル博士、あまり挑発的な言動は控えていただけませんか。この人、せっかく引き上げたあれを持って行っちゃうんでしょ。それと、私のことはその名で呼ばないでちょうだい。あんなクソジジイと同じ呼ばれ方なんて不愉快だわ。やれやれ。ラッセルってひょっとして。はじめましてと言うべきかしらね。私の名はエリカ、エリカ・ラッセルよ。以後お見知りおきよ。いやまさかティータちゃんのお母さんやったとは。確かご夫婦で外国にいるって聞いてましたけど、戻ってきはったんですね。あんな事件があったと聞いて戻ってこないわけないじゃない。もっとも辺境にいたから情報が届くのがだいぶ遅れて後の祭りだったけど、まったく、そうじゃなきゃあのクソジジイの好き放題にさせなかったものを。なんや、ラッセル博士にえらいご立腹みたいですね。当たり前でしょ。聞けばその崩壊した冬都市にティータを連れて行ったそうじゃない。いくら孫に甘いからって限度ってもんがあるっての。挙句の果てにあんなチンピラみたいな男を娘に近寄らせているなんて。己
れ赤毛も見上げ男、私の可愛いティータによくも。赤毛もみあげ男ってアガットさんのことですか？その忌々しい名前を口にしないでちょうだい。覚悟してなさいよ、アガットクロスナ。今度はさらにパワーアップした機体で叩きのめしてあげるわ。ですね、ああ、私も詳しい事情は知らないが、ちなみにラッセル博士はちょうど外国に旅行中でね、今回の件に関しては全面的に彼女に協力をお願いしているんだ。そうやったんですか。そこ聞いてるの？はい。まあいいわ。それにしても随分と長い階段ね。あとどれくらいあるのかしら。もうそろそろで終わりですわ。あった、見えてきたみたいやね。行き止まり。ちょっとどういうことなのかしら。エリカ博士、ここから先に進むためにはお二人にある処置を受けてもらう必要があるんですわ。いきなりうさんくさい話になってきたわね。さしずめ、教会お得意の砲術ってところかしら。ええ、そんなもんです。具体的に言うと暗示を受けてもらいます。暗示？ここで見たことは誰にも喋るなとか言うわけ？いや、中佐なんかは上への報告もあるでしょうから、そこまでの無理は言いません。ただ単にここで見たことを信頼できる者以外には話さない、そう心から思ってくれるだけで結構ですわ。ずいぶんアバウトね。まあその程度でよければ。こちらも了解した。頭の中で念じればいいのかな。いえ、あくまで自然体でリラックスしてて結構ですわ。ほな行きますよ。空の女神の名において、性別されし七曜ここにあり。空の金曜、四季の銀曜、その総国をもって秘跡へ至る道をかの者らに指し示したまえ。扉が。ご協力感謝しますわ。信頼できる者以外には話さない、心から思ってくれたようで。なるほど、口先だけだと扉は見えないわけか。驚いたな。どういう仕掛けなのかと聞くだけ野暮なのだろうね。ねえ、できれば勘弁したってください。それでは中へどうぞ。驚いたな。まさか大聖堂の地下にこのような場所があったとは。一応リベール王家と七曜教会との盟約によって建造された場所ですわ。この場所の目的はただ一つ、古代遺物の力と機能を抑え外に広がらんようにすることです。なるほど。君たち騎士団の役目に直結した場所というわけか。とすると似たような場所はリベール以外にもありそうだね。ま、否定はしません。一応俺らはこの場所を始まりの地と呼んでます。始まりの地、
やたらと意味深じゃない。さしずめオリジナルはアルテリアにあるのかしら。お、あら、図星。いや、なんちゅうか、さすがはラッセル博士の娘さんやなと思いまして。あのハゲと一緒にしないでちょうだい。基礎理論はともかく、応用工学では私の方が上よ。アペルやアルセイユの基本システムにしたって設計担当は私なんだから。そうやったんだ。とと話が脱線しました。これが例の物ですか。ああ、その通り。3日前リベルアークの水没地点から引き上げられた古代遺物とおぼしき物体さ。これで何も出なかったら今日は諦めた方がいいかもな。しかし整備長、エリカ博士による測定ではこの辺りで間違いないんだろう。ああ、エリカ坊がそう言うなら確実だろう。ただ知っての通り、バレリア湖の水深はとんでもなく深いからな。その何かってのが小さなものだったりしたら、さらうのも一苦労だぞ。感知された動力反応からかなり大きな物体ではないかと推測されているのだが。さて、それはどうかしらね。博士。エリカ坊、測定は終わったのか。ええ、なんとかね。それはそうと、親父さん、いい加減エリカ坊はやめてよ。結婚して子供もいるんだし。そうは言ってもガキの頃からそう呼んでたからな。今さらホイホイと変えられねえさ。シード中佐、部下の人たちを一旦下がらせてくれるかしら。ということは、
正確な沈没地点が突き止められたということですか。ええ、誤差1アージュ以内で、しかもソナーで確認できた限りにおいてはそんなに大きくないものみたいね。推定だけど、せいぜい50リジュ程度じゃないかしら。小せえな。50リジュっていうとアントワヌくらいの大きさだ。仮にアーティファクトだった場合、少々厄介なことになりそうですね。ねえ、悔しいけど教会の出番かもしれないわね。まったく、古代遺物になると我が物顔で出張ってきて。知ってるないわ。どうどう、落ち着きなって。それでは一旦部下たちを撤収させましょう。整備長、よろしく頼むよ。あーや。てと、鬼が出るか。この位置で間違いないわ、おやじさん。おうよ、サルベージ開始するぞ。嫌な音ね。クレーンの調子があまり良くないのですか。そういう意味じゃないわ。どうも古代遺物ってあんまり好きになれないのよ。私たちには説明できないものが無視できない力を持ってそこに確かに存在している。研究者にとってこれほど理不尽で腹の立つことはないわ。そのくせ無駄だと知りつつも興味を惹かれずにはいられない。なるほど、お気持ちはなんとなくわかります。あれから半年、こうして平和は戻ったが、我々は未だあの事件が何を意味していたのか計りかねている。そうね、ま、私はその場にいたわけじゃないけど。アームが固定に到達、ホールドを開始するぞ。外れだ。30リジュ右へ微調整。リンゴね。ホールド成功だ。引き上げるかよ。ええ、お願い。ご対面か。出るぞ。これは なるほど。しかしこいつは。ええ、見ての通りよ。すでにその物体から動力反応は消えている。これが何を意味するかわかる？力を失った古代遺物は名薬による引き渡しの対象外。なるほど、博士が俺を待っとった理由がわかりましたわ。察しが良くて助かるわ。実際動力反応が消えたのは
こちらの大聖堂に渡す直前でね、一時的に預けましたが、正式な引き渡しが済んでいない以上、所有権は曖昧な形になっている。さてこの場合どうすべきな、痛いとこついてきますな。リベールとしてはこれの所有権を主張したいと。それを見極めるために私はこの場に同席している。ちなみに主張しているのはどちらかというとエリカ博士だ。もともと中央工房が進めていたサルベージで見つかったものだもの。当然の権利じゃないかしら。死んだ古代遺物は完全なブラックボックスです。いかなる手段をもってしても解析は不可能やと言われてます。それでも引き取りたいと。ええ、その通りよ。考えてもみなさい、あんな事件があった後なのよ。私はその場にいなかったけど、少なくとも我々の常識は根底から覆されてしまったわ。あなたたちが千年かけて覆い隠してきた真実によってね。見喰らう蛇とかいう得体の知れない結社も同じ。聞けば聞くほどその技術水準はデタラメだわ。一体何が真実で何が起ころうとしているのか、私を含め大勢の人がもう無関心ではいられないのよ。それこそ手がかりがあるなら何でも調べたくなるくらいにはね。博士、そのくらいで。彼個人を問い詰めたところでどうなる問題でもないでしょ。とにかくこちらの事情は説明したわ。この古代物、いえただの金属片の塊、渡すの渡さないの。それはその一役の迷いが横島なものを生んだ。それは脳を這いずり丘を駆け抜け空に災厄を振りまいた。エゼル記第二節、解き放たれた災厄より。グラハム卿、遅くなりました。七王教会聖杯騎士団所属、重騎士リース・アルジェントです。以後よろしくご指導ください。また唐突に現れたわね。って、あなた何か騙されないわよ。そんな格好してるからって騙されてあげないんだから。うん、恐るべし聖杯騎士だ。こんな娘を派遣してこちらの息をくじくなんて。私には強い味方があるわ。見るがいい、これを。博士、それはティータちゃんの写真。かわいい。今かわいいって言った？かわいいって言ったわよね。そうでしょ、そうでしょ。これがもうほっぺぷにゅぷにゅで愛くるしくて最高なのよ。やっぱり可愛いは可愛いを知るのか。そういうわけで、あなたがいくら可愛いからって免疫のある私には通用しないんだからね。あの、先ほどからおっしゃっていることが
いささか分かりかねるのですが、可愛いってその私のことですか？当たり前じゃない！クールで涼しげなのにどこか幼さを残した端正な要望。少女から脱皮したばかりのしなやかな体を包み込む可憐で控えめなシスター服。なかなかの破壊力だわ。だから違うんだってば。グラハム卿、こちらの方々は？ああ、中央工房のエリカ・ラッセル博士と王国軍のシード中佐や。せやけどお前、グラハム卿って。なるほど、発見者の方々でしたか。ご苦労様でした。あとはこちらで引き受けます。どうかお引き取りください。ちょっと待った。何勝手に話進めてんねん。グラハム卿の手間を省略しただけです。いくら力を失ったとはいえ、かの七司法に関わる異物、おいそれと世俗の者に渡せるとでも？なかなか言ってくれるわね。でも悪いけど、名約が絶対である以上、そっちの法的根拠はないのよ。どうご利用しするつもりかしら？法的根拠がないのはそちらも同じではないかと。名約を絶対とするなら、力を失った古代遺物はただそこに打ち捨てられたもの、そう解釈するしかできないはずです。要するに、そっちがこのままがめても文句は言わせないってこと。ありてえに言えば上等じゃない。ケビン・グラハム、あなたの考えはどうなの？どうなのですか？俺？いきなり振られても、正直言うんなら回収したいのは山々ですわ。せやけどリベールとはいろいろと協力してきた中ですから、無下にするんもちょいと。どちらの言い分にも決め手に欠けるということか。これは面倒なことになったね。ちょっと中佐、そんな人ごとみたいに。あ、なんだ二人とも、何目を丸くしてるのよ。何って今の聞こえなかったのですか？だから何が聞こえたっていうの。これはありえない。だって動力反応が完全に消えていたのよ。決まりですね。ああ。立方体のアーティファクト、今まで見たことも聞いたこともないタイプや。あえて呼ぶとしたら宝石といったとこか。シード中佐、それに
エリカ・ラッセル博士、盟約に従い聖杯騎士団ケビン・グラハムの名においてアーティファクトを回収させてもらいます。お二方並びに関係者の方々の誠意ある対応に感謝しますわ。なんかえらい長引いたな。まさかエリカ博士があそこまで食い下がるとは。そうですね。しかしあの最後の一言には正直ぶっ飛んだわ。それを持っていくなら代わりにその子を置いていきなさいって。アネラスちゃんやないんやから。ちゃん、あとすまん、リベールでの知り合いや、遊撃士やっとる子で、確かリースと同じくらいの年やったと思うけど。そうですか。何でしょう。そのひょっとして怒っとる？今までろくに連絡も取らへんで。グラハム卿、5年という歳月があなたを守護騎士という要職に就かせたのと、この5年間で私もまた変わりました。今の私は聖杯の獣騎士。あなたを支え守るためだけの存在です。ディースですから気遣いは無用に願います。そうでなければ私がこのような格好をしている意味がありません。国際定期船の最終便に乗るのでしょう。早めに発着場に向かった方がいいかと。あ、おい、今の空耳です。え、グラハム卿、お疲れのようですね。ありえない音が聞こえてしまうくらいに。船に乗ったら座席で少しお休みになった方が。少しお休みになった方がいいかと思います。お前全然変わってへんやん。相変わらずいつも腹ペコなんやな。これはただの生理現象というものです。この程度の生理コントロールができないのは修行不足の証拠。自分の至らなさを痛感します。至らなさってそういう問題ちゃうやろ。せやな、やっぱリースはいつも腹ペコやないとあかんで。そんで厨房に忍び込んでつまみ食いしては怒られて。もういいです待った待った、邪魔です、どいてください。悪かった、謝るって。懐かしかったからつい悪乗りしてもた。別に謝罪の必要はありません。あなたの謝罪ほどいい加減でその場限りのものはありませんから。おっと、調子出てきたな。一つお願いなんやけど、それやめへんか。何のことですか。その丁寧口調や。他
他の連中にならともかくくすぐったくて仕方ないわ。それとグラハム教諭のもやめてくれ。昔通り呼び捨てでいい。お断りしますと言ったら、拝み倒す。お前がうんって言うまでひたすら土下座させてもらうわ。やっぱり、ま、三つ子の魂100までとも言うからな。腐れ縁のノリっちゅんはそうそう変わらへんってことや。の方からしたくせに。ん？なんか言ったか？いえ、仕方ありませんね。ご命令とあらば。ちゃうちゃう、命令やない、お願いや。そこんとこ間違わんといてや。ケビン、相変わらずわがまますぎ。そうそう、それや。言っておくけど、言葉遣いを戻しただけ。あなたが守護騎士で私が獣騎士なのは変わらない。そこのところ間違わないで。うん、せやな、昔に戻るなんてそんなのできるわけないもんな。さてと、もう一つ提案なんやけど、最終便までもう少しあるし、東街区にある百貨店に寄らへん？船の中で食えるパンでも買っとこうや。それは賛成。残り物は全部買い占めてもいいくらい。そこまで腹ペコやったんかい。まさか本当に残らず買い占めるとは。売り場のお姉さんもさすがに引いとったで。これも女神のお導き。余って捨てられるくらいなら有効活用させてもらうだけ。それにしたってな、騎士団の宝給、食い物だけにつぎ込ん。心配無用。私ほどタイムセールを愛している女はそういない。まあええけどな。しかし俺もいい加減うさんくさい格好しとるけど、さすがにそのシスター服で残り物買い漁るってのは。ケビン、うるさい。そろそろ時間だし発着場に行きましょう。私のお腹が悲鳴を上げてる。へいへい。どうした？悠長にパン食っとる場合じゃなくなったみたいやな。許せない。誰だか知らないけど、半殺しにしてもいい。気持ちはわかるけど落ち着き。それにしてもえらい下手な尾行やな。素人に毛が生えた感じ。最終便は諦めるとするか。どこかで仕掛ける。ああ、こういう時のために。
こに行った？確かこちらの方に入っていったはずなのに。なんや、兄さんやったんか。バカな、この僕の完璧な尾行術に気づいてたというのか。完璧って相変わらずやな。誰？一応蛇の手先や無数にある尻尾の先っちょくらいやけどな。確かにそれっぽい。先っちょ言うな。それにそこの小娘、それっぽいとはどういう意味だ。どこからどう見ても小物にしか見えませんし、勢い込んで空回りした挙句勝手に自滅するタイプ。しかも懲りない。相変わらずやな。よく初対面でそこまで見抜けるもんや。この人の雰囲気はかなりわかりやすい。見事なまでの小物っぷりを漂わせているもの。そこまで言ったからには。私もこれを選んだ。ただそれだけのこと。そうか。今のはなんだ？全然見えなかったぞ。テンプルソード、聖杯騎士団に伝わる武具でな、刃がいくつもの節に分かれてワイヤーで結ばれとるから伸縮自在っちゅうからくりや。さてと、そろそろ事情を聞かせてもらおうかな。なんで指名手配中のあんたがどこまでこちらの事情を知っとる。誰が貴様らなん。往生際が悪いですね。とっとと口を割りなさい。俺の連れ腹減って機嫌悪いんや。素直に話した方が身のためやで。かくなる上はどうか勘弁してください。こんな場所にいるのも運悪く不時着したからで、偶然あなたを見かけたから後をつけてみただけなんです。訂正、ある意味ただものじゃないかも。それはどうかんや。それで一体どういうこと。不時着ってことはどこかに結社の飛行艇があるんかい。それが違うんです。不時着したっていうのは飛行艇なんかじゃなくて、こいつのことさ。なんや人形兵器。形勢逆転だな。さあジーアパッシュよ。その大いな、もうしまいにしようか。完了。帰れ、この僕の怒りを。
これでも食らえ。ポニョ。もうしまいにしようか。これでも食らえ。おにょ。我が右。無駄です。これでも食らえ。おにょ。無駄です。すまなかった。仲直りをしようじゃないか。まさか我が身。そこや。これでも食らえ。行きます。よっしゃ。これでも食らえ。おにょ。それそれ。せい。バカな。そこや。そこや。そこや。まだまだこれからや。おのれ、せっかくの僕専用機体を。まさかあんな隠し玉を用意してたなんてな。それにしてもリス、なかなか見事な腕前やんか。
まだまだ修行の身、姉様の足元にも及んでいない。そっか。ケビン、さてと、カードも尽きたみたいやし、そろそろしまいにしようや。ええ子にしとったら兵士さんに突き出すだけで勘弁しといたるで。この僕を王国軍に引き渡すつもりか？ご希望とあれば、このままアルテリアに連行したってええけどな。ただしその場合、身の保証はできへんで。なんだ？またこいつや。一体何やっちゅ。何かに反応してる。なんだそれは。一体何のつもりだ。兄さんには関係ないから、ちょいと黙っとき。しかし、さっきから一体何が。始まったか。いつの間に。久しいな、ケビン・グラハム。罪深き聖魂を背負い、未知なき闇を這いずる贖い人よ。し暗き煉獄の扉は開かれた。いざ来たれ、逃げよ迷い人たちよ。果てることのない永劫の炎に焼き尽くされるがいい。おい、ディス！ディス、しっかりしろ！なんなんや、一体。ケビン、どうしてここに？目覚ましたか。気分はどうや？気持ち悪い。お腹すきすぎて。もう限界。さっき買ったパンを食べさせてもらう。ガク、気持ちはわかるけど、それより先に疑問に思うことあるやろ。食は全ての基本なのに。そういえば、あの変な男が現れて、宝石が真っ白に輝いて、それで。ああ。わからないことだらけや。それに周りを見てみ。
石造りの書か。遺跡の中？うん。え？参ったな。思った以上に。